カワポンです。早稲田大学の文化構想学部と文学部の英語4期の足し取り用方式のご紹介です。普通の3教科方式と併願ができます。この2つの学部の英語4技能方式の出願条件は同じです。英検2200があれば出願できます。何空の受験でも大丈夫です。また、空の講義も関係ありません。ただ、各技能、大体500点は必要になりますので、ここだけはご注意ください。これで申し込んだ場合は、英語の個別試験が免除になります。ここが大きなポイントになります。早稲田の文学部と文化構想学部の英語はかなり難易度が高いです。英語が苦手な人にとっては大きな恩恵があるでしょう。ただ、残りの2教科中堅になりますので、ここでかなりの高得点を確保しておく必要があると思います。英語が苦手だけど、他は得意という人向けの入試になるかと思います。各方式の倍率は画面の通りになります。正直、あまり変わりないかと思います。直近では7倍から8倍になります。できれば併願が一番いいかと思います。参考にしてください。ありがとうございました。